はい、皆さんこんにちは、レイです。ヤマハの YZF-R7 に乗って今渋谷のスクランブル交差点のところにおります。まったりとお買い物用事があってですね、出かけております。ぶらりとお散歩しながら、ポツポツとおしゃべりしようかなと思いますので、景色見ながらラジオ気分でお付き合いください。さあ246まで行かない方がいいな、行かず、表参道を抜けて新宿に移動していきます。人がそんなには多くない雰囲気ですね。いや、こういうとことこお散歩に R7 は最適ですね。ポジションはきつめなんですけど、まあ、R25、R3 よりも R6 により近いポジションになっているので、まあ、だらっと乗るには結構な前傾なんですけど、だけどスーパースポーツ慣れしてる人からすると、まあ慣れちゃえば疲れないし、で R6 はめちゃくちゃ疲れるんですね。あれ工場出荷時でサスペンションが高度の速度維持じゃ全く動かないようなセッティングになってるから、まあ、曲がんないし、トラクションかかってる感じもしないし、それが手強く感じるんですけど、 R7 は逆で、よくサスペンション最初から動いてくれるのでめちゃくちゃ乗りやすくて、あの交差点一つ取ってみてもすげー曲がるんですね。まあ、普通に曲がるんですね。でスロットルもピーキーじゃないから乗ってて疲れないです。だからポジションはしんどくてもいいんだなって、ポジションしんどいイコール疲れるじゃなくて、そのポジションに組み合わされてる、まあ、エンジンとかスロットルとかサスペンションとか、まあ、シャーシとかによって疲れ方が変わるんだなっていうのが、まあ、ちょっと発見でしたね。だからなんかネイキッドとかでもやっぱスーパースポーツじゃないとしっくりこないんだよなっていう人もいると思うんですね。だとすると R7 というチョイスすごくいいんじゃないですか。どうやって新宿アプローチしようかな。こっちから行こう、こっちから行こう。すごい、どこ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 って言ってる。さーてさて、表参道、原宿のあたり、新宿南口というか西口の方に行きたいんですよ。そっちに向かっていきましょう。交通量はそんなに多くないから、まあ、車でも良かったかもしれないけど、今日はですねそんなに寒くないというか、この間バイク TV の、収録でもう異常に寒い日に2日間連チャンでバイク乗ったらもう体ガッチガチに冷えて、その後だからか、まあ、寒く感じなくて気持ちいいですね。さあもう新宿見えてきましたよ。千駄ヶ谷小学校の信号を越えて、新宿のこれ南口になるんですけど、僕は西口の、ちょっと機材屋さんに行きたいのでサクサクっと通過していこうと思います。まあ、正面左コーナーがありますけど、これをねバイクをこうスーッと傾けていく時の動き方が何ですかね、やっぱスーパースポーツの形したバイクっていいですよね。なんかまあ慣れだとは思うんですけど、好みだとは思うんですけど、ネイキッドも面白いんですけど、まあ、とりわけスーパースポーツ好きな方ってやっぱ体がもう最適化されちゃってるんじゃないですか。なんかどうしても 1000cc みたいなすごい排気量のやつの方がこう魅惑的に魅力的に見えるところがあるんですけど、でもそれがそのね使う場面がある、使う場面合致してるんだったら最高なんですけど、使わないんだったらまあなんていうんですかね、ありすぎてもいらないんですよね。ありすぎることが足かせにもなりうるし、で結果鈴鹿モテギみたいなフルコースは 1000cc 抜群に最高なんですけど、そうじゃないサーキットとなるとこれぐらいがちょうど良かったりもしますし、なんか R7 が
合わない状況っていうのがちょっとなかなか思いつかないんですよね。 R7 がつまんないというかしんどいというか、そういう状況がちょっと思いつかないですね。いつでもね楽しいと思うんですよ。さあもう倉庫行ってたらほぼ新宿ですよ。西口に渋滞を抜けていきたいんだけども、ちょっとかわしようがないかな。さあ甲州街道、これ左に行こうで、新宿駅、南のバスタのあたり越えて西の電気街の方に行こうかなと。はいどうも、はい来ました、はい新宿。あー一気に抜けましたね、視界が広いですね。ちょうどもう日が暮れて夜いい感じになってきましたね。ここから一気に冷え込むと思うんですよね。R7 いいな、いいな、ちょうどいいな、ジャストだな。あガソリンがチカチカしてる。帰りガソリンスタンド寄ろう。そうかこれレギュラーでいいんだよな多分、調べなくちゃ。まあでも MT07 だからレギュラーだよな。価格以上の質感のバイクに乗れると気分がいいですね。あ今日風が強い、カウルがいっぱいついてるバイクだとこう風で横にこう振られますね。今気温何度なんだろう。なんかまた雪が降るとか降らないとかって言ってますね。どうなるんでしょうね。西口に近づきたいんだけど、イナシティ、イナバス、イナってどこだろう。松本ナンバー、松本の方ですか。でもなんか花の絵が描いてある。どこ右折するかな。この時間帯はここダメだし、この先曲がっていこうかな。まあ、R7 渋谷新宿と狭いところを抜けてですね、お散歩バイクとして今日使っております。で普段使いのそういう低い速度域の中でちゃんと面白さがあるっていうことが確認できたので、自分としてはもう大変満足しております。サーキットは最高に面白かったです。もっとですねじっくり紐解いていってどんなバイクか解説していきますので、引き続きレイブログぜひご覧になってください。 R7 気になるな、あるいはオーダーしたいという方、この先情報をフォローしていきますので、ぜひチャンネル登録して通知をオンにしてお待ちください。またお会いしましょう。以上レイがお送りしました。